セナです。22歳です、はい、看護学生で看護師さんになるために勉強頑張ってます。よく笑う人とよく食べる人が好きです。あ、真剣に一人探してて、はい、いい人が見つかったら Tinder やめます。おお、目がすごいプロフィールがいい。はい、看護学生の4年生で来年から。僕結構その病弱で、心配性があって病弱なんですよ。看護してくれる人がいると非常に心強い。これはちょっとダメだったら答えなくていいんですけど、夜の方は S ですか M ですか？なんかどっちも。どういうデートがしたいとかありますか？私お料理が好きで、はい、ピクニックとか、はい、お弁当作って一緒に食べたりとか、高いのでしたいなって今思ってます。外で遊ぶ？あ、大好きです。子供好きですか？大好きです。大好きです。大好きですよ。決まりました。こっちでお願いします。おまあ、前回ね、TCB の企業案件で田中が整形してリアル Tinder でマッチしたセナちゃんとデートしたんですけど、まあ、その続きがね、田中からちょっと話があるということでゲストをお呼びしております。はい、ゲスト田中です。田中です。ようこそ田中です。あーやれあーやれどうかあー田中、時間気にしてうるさい、うるさい。どうしたちょっと前回2人になってすごい好感が良かったと、うん、でデートもすごいうまくいって、これは次決めれるぞと、うん、いう段階だったじゃないですか、はい、あれからですね、次のデートの予約を取ろうと思って再確認LINE 送ったわけですよ、はい、デートの後にも一応今日ありがとうねって送って、普通はありがとうねっていう後に何か返事があってもいいと思うんですよ。そうなんですよ。ただ来なかったんですよ。なるほど。でもその日は見てないとか疲れちゃって LINE を来ないんじゃないかっていう感じで、まあ1日経ってまた見たんですけど、また記録になってないとか、翌日になっても来ないから、これは遅れてないのかなと思って、うん、そういう考え。そういう考え、ね、で一応送ったわけですよ、うん、次のデートいつするっていう感じで、うん、送って、そしたらまだその記録になってなくて、うん、まあ忙しいのかなと、うん、まあその彼も大学、彼女も大学行ってるんで動揺してる。はい、一回落ちそう。一回落ちそう。傷ついてるから、もしかしたら、うん、で、その次の日も記録にもなってない、うん、おかしいな。今何日だった？いやもう、前回日曜日だから、ちょうど1週間か。ちょうど1週間。1週間帰ってこない。1週間帰ってこない。これはおかしいと思って、ブロックされたか、もしかしたら体調が悪くなって入院でもしてるのかなと思って、うん、でも入院してても携帯は絶対見るわけですよ、うん、だそれはおかしいと思って、ブロックされたかと思って。いやでも入院じゃない。いや時間じゃない。入院ね、何かあったんだよ。あとさ、デートめっちゃいい感じだったんでしょ。めちゃくちゃいい感じ。それでさ、今週来ないのってさ、何かしら彼女の身の回りで何かを着てる。あるよ。そうだよね。最近宇宙人に触られたとかもあるしね、うん、確かに。だってもう付き合う秒読みだったわけって言ってたもんね。うん、もう付き合いレベル、だってすごい距離で2人で歩いてたし、うん、距離感も近いし、うん、頭もポンポンしたやろ。そう、ポンポンしてそう、最後の方ね。で、すごい笑顔で帰ってった。うん、それで帰ってこないって、これなんかね、不祥事だと、うん、いう感じで思ったんだけど、でも不祥事にしてもやっぱ見るよなと思って、うん、思い返せば思い返せば、さすがの田中も気づいたから、俺も気づいちゃって、うん、あ、これ嫌われちゃったのかなと思って、うん、いろいろ考え直してみた。いろいろ考え直してなかったかな。なんかそうそうそう、それを考え直してんだけど、ないんだよね。なるほど、ないんだ。なるほど、なるほど、うん、やっぱそうだ。あれ来たんじゃない？セナちゃん。セナちゃん、え、呼んでんの？はい、お待たせしました、ウーバイツ。ウーバイツでーす。はーい、ウーバイツでーす。